サウジ対中接近鮮明。だからサウジアラビア自身、アメリカがサウジアラビアは全てやーって言って、そのサウジアラビアが中国に接近を開始したんです。もう時代が変わったんです。そしてその左、今世界から敵だ敵だ悪だと言われているプーチンとサウジアラビアの最高指導者この人が、この名前忘れるけど、話してるじゃない。だからものすごい大事な写真なんです。今まで考えられなかった写真。日本人は誰も分かれへん、この意味が。誰も分かれへん、新聞にこれ出ても分かれへん。それほど日本に集まるって言うんです。何の世の中に対する非難、世の中の問題分からない。だからプーチンは悪いやっちゃうって言われたら、そうやプーチンは悪い。皆さんそれほど狂ってきたんですよ。2023年、来年2024年間違いなく第三次世界大戦が勃発します。その時日本には分からない、何のことか。その左、原油日量200万バレル減産と書いてある。原油に日量1日に200万バレル減産ですよ。これを増産したらね、ロシアは困る。しかし減産です。だからサウジアラビアをはじめロシアも全部石油を生産を抑えます。ほんとほっといたら石油は上がる。アメリカ大統領のバイデンが7月に飛んでいって、お前ら何してんねん、減産とは何やねん、頼むわ増産せ、ロシアを困らせるためにはそれ以外ないって言ったんですね。だけどこのサウジアラビアの最高指導者はアメリカ大統領プーチンとも握手しませんでした。サウジアラビアは変わった。どう変わったか。左下、原油日量200万バレル減産。その左、 OPEC プラス、この決めたんです。昔 OPEC と言ったらサウジアラビアをはじめアラブの国々でしたが、その左、ウィン、石油輸出国機構 OPEC 加盟国と、次ロシアなど非加盟国がどうのこうのと、あともっと左の方にあるんですが、サウジアラビアをはじめとした OPEC とロシアは一つになってる。だから私たちはアメリカが言うように減産し、あ、じゃあ増産しません。だからさっき言ったバイデン大統領はほんまに怒りと恥をかけながら、もっぺん言うと7月にアメリカに行ったんです。もうアメリカは負けた。サウジアラビアに降参したんですから、アメリカは紙切れのドルがやがて意味がなくなる。そこをプーチンが狙ってるわけです。皆さんが経済的なことや政治的なことで重要な立場にある人がおるならば、これを覚えなあかん。もう世界は変わったんです。もっぺん言うけど、日本人は何が起きてるのか分からへん。こんな重要なことが、キッセンジャーはもう何の力もない。だけど先ほど言ったヘンリー・キッセンジャーというアシュケナージユダヤ、偽ユダヤをサウジアラビアに送ったのは誰や、だからロックフェラーです。デイビッド・ロックフェラー。だからキッセンジャーはアメリカの国務長官として行ったのではなくて、イルミナティの特使として行ったわけです。国家を超えた特使として。しかし彼を遣わしたデイビッド・ロックフェラーも死んだ。2017年3月20日や。そこから世界が変わった。だから先ほど言ったトランプもアメリカ大統領になることができた。今日休憩の後お話しますが、ではここにあるイーロン・マスクは一体何や。その下に宇宙人間、宇宙人間って何や。皆さん、地球が世界で宇宙で最高のもので、地球だけに人間が住んでると思いますか。そのようにしたのはイルミナティです。宇宙からの情報、宇宙からの電波全部シャットアウトした。マジスティック20、12名、レーティブ12人、
間もなくそれが解除される。だからイーロン・マスクという不思議な男がいよいよ登場する。タブーっていうのはいっぱいあるんですね、世の中に。言っちゃいけないこと、本当だけど言っちゃいけないこと、これはタブーって。例えばこちらの左上に、3つの座標軸と書いてありますが、1番にユダヤ問題と書いてある。偽ユダヤと本当のユダヤのことは実際そうなんです。言わないね、言っちゃいけない。さっきイルミナティと言いました、世界を支配するグループね、その連中が偽ユダヤのアシュケナージユダヤ人を次使うんですね、使ってる。だからさっきのポグロム、ロシアにおいて、あるいはホロコースト、ドイツにおいて虐殺される。みんな意味があって使われてるわけです。で、今のウクライナのことも、大統領はアシュケナージユダヤ人ですが結局使われてるわけですね。まあ、道化師言ったら悪いけど結局使われてる。空からユダヤ問題を言っちゃいけない。第2番目、聖書予言。だから言ってるのは造物主のことですよと言ってるんですね。だから日本人の考えてる神という概念じゃない、うん、だから世界最古の最古のっていうのは、書物ですね。世界で一番古い聖書。僕はもう時々話の中に繰り返し申し上げるんですが、19歳の時に聖書に出会ったんです。19歳、裏若き青春ですね。19歳。で、僕はよし、これが世界を解く不思議な鍵かと思いました、うん、もう今は間もなく81になろうとしてますが、3月に。したがって60何年間かずっとやってきたわけです。つきませんよ、なんぼしても。世界最古の書物をなんぼ研究しても、あ、終わったならない、うん、だから自分が81に間もなくなるけれども、あとどんだけこれがいけるかなと。もう一つはその聖書の内容が分かると、さっきベギンの話をしてたんですが、イスラエルの主張でもありますよ。今まで日本人の外交や政治は彼らの思想の常識、聖書を抜きにしてやってきたんですね。僕は偉そうなことで言いますが、聖書をゾーンと突き出した。だから記憶貧しくって言いましたけど、会ってくれるはずのないものでもあります。イスラエルの敵であったのが PLO、 アラファットですね。アラファットも僕に会いますよ。そして僕にいろんな秘密を、パレスチナの秘密を僕に打ち明けてくれました。